アクタイプの Z パワーはこうしてこうすればいいからよ。最後なんか超腰引け取る感じなんやけど。屋敷の外に、お、何？ん？さっきのおじさん？やねん。何何何？こいつなんだろう？キュー、こいつなんだろうじゃなくて、こいつなんだろうっていうこと？よほど怖かったんだな、おじさんなんかに尻尾振ってよ。え、あたし？違うよ違うよ。あたし敵じゃないから。参ったな。島巡りかよ。スカルダを乗しちゃうやつを相手になんかしないっての。ほらよ、ポケモン元気にしてやっからよ。え、なになになに、え、ん？味方？やられるんかと思った。それにしてもよ、スカルダの連中、なんだか少なくねえかい？まあ、ボスが負けりゃ逃げ出すやつもいるよな。今そこになんか、お？口なしおじさん、口なしおじさん。また賑やかなのが来ちゃったな。キュー、このおじさんはやっぱり味方なの？おー、ごめんね。怖かったでしょ。あゆな、ありがとう。ほんとすごいんだ。尊敬だよ。いえいえ。おじさん、腕利きのおまわりさんだよね、ちゃんと。あ、おまわりさん？スカルダンを見ておいてよ。何のためここにいるんだよ。安いんだよ、家賃が。スカルダンの近くにいるなんて、水強者だからよ。スカルダンに傷つけられたポケモンなら、エーテル財団に預ければいいのに。自分で世話してるからでしょ。ヤングース、エーテルハウスに帰ろ。キュー。なんかさ、文章を切るところおかしくない？いつも思うけど。ねえ、なんか、どこまで読めばいいんかがよくわからんくなるんやけど。おじさん、また来るね。静かに暮らしたいんだがな。この人警察なの？後でエーテルハウスに来てよ。じゃあ、アローラ。アローラはあれなの、こんにちはにもバイバイにも使えるの。便利だな。ボールの中のポケモン、街の中のスカルダン、どっちが幸せなんだか。街の中のスカルダンの方が幸せなんじゃないかな。自由に動けるし。アセロラについて行こうろと、エテルハウスに行こうろ。あいつはなんかずっとそこにいるけど。俺、ナイフのようにナイーブだから。何言ってんだ。てか少なくなったってことは別におるっちゃおるんよね。え、そういえばスカスカ言ってたあいつどこに行ったのかしら。スカスカ言ってたあいつ、あ、こいつまだ振ってんのか。てか別にそんなに減ってないんじゃない？減ったの？びっくりした。いきなり見えた現状びっくりしたんやけど。別に最初来た時と人数変わってない気がするけど。逃げ出したやついるの？いや、こいつらもおるし、普通に。ね。中におった奴らがおらんのっただけじゃないかな。あ、て何？エーテルハウスに向かえって言ったっけ？エーテルハウスは飛んでいけたかな？あ、結構遠いな。これは飛んでいかねば。カプの村へ飛ぶ。カプの村そんなに遠かった？え、そんなに動いてきたかな、私。なんかついこの間、ここカプの村や、とか言おった気がするんやけど。ほい、カプの村到着。こっからはもうすぐそこやね。エーテルハウス、エーテルハウス。え、アセロラはこの距離を走って帰ったんかな？違うよね。きっとなんか、ライドしたはずよね。あ、階段のまま上がれるんや、これ。今初めて知った。へえ、便利。ただいま、ヤングースも帰ってきたよ。お、同時に帰ってきたし。キャウキャウ。どういう感じなのこれ。何やってんの、ハウ。アイナ、ごめん、俺ちっとも楽しくないよ。何が？だからどういうことなの？リーリエちゃん、いなくな、え？いなくなっちゃった。リーリエがいなくなった？数時間前。なんて人たち。今日は消えないんだね。聞いてた話と違うじゃないか。あの時は、この子も絶体絶命のピンチでした。ですから能力を使って、私を。え、何それ、テレポートができるってこと？私には何もできませんが、能力だけは使わせない。そう決めたのです。ですから、私が頑張るのです。今もピンチだろ？お花畑のお嬢様だな。いいさ、これ以上あんたから奪えるもんなんてないし。
それにあんたをポケモン泥棒と言っていいのかわからないところもあるからね。ポケモン泥棒？あなたたちについていきます。ですから他の皆さんには手を出さないでください。え、どこへ行ったの？アセロラがいなくなった後、プルメリってのが戻ってきて。俺、トレーナーなのに、トレーナーじゃないリーレンに守ってもらったんだ。ダメやん、なんで守ってあげんかったん。お、コスモックと一緒にいたのが、まさかリーレンだったとは。なに、リーレン知ってんの？わー、リーレン知ってるの？お前らが頼りないからコスモックも、リーレンも、俺の怒りぶちまける。なに、ここ？こっち？いやいやいや、その怒りはちょっとプルメリデシにぶつけようで。なんやろ、兄弟とかかな。スカルダンのグラジオが勝負を仕掛けてきた。なんかリエリエ、なんやろうな。お兄ちゃんとかそんな感じかな。髪の色とか一緒やん。目の色はちょっと覚えてないけど。よし、Z パワーで。本気を出す攻撃。てか、グラジオもさ、スカルダンの用心棒しよるけん、スカルダンの用心棒しよるけんってさ、みんなと同じようにそんなゴルバットとか使わんでいいと思うよ。もっと強いポケモン使おうよ。さ、全力の Z 技。ピカーン。本気を出す攻撃。え、だってさ、用心棒がさ、守るべき相手と同じポケモン使いよったんじゃ、大して変わらんくない？強いポケモン使わんと。プチッと。よし、一発。さあ、来いよ来いよ。他は？タイプヌル。あ、また来たよ、また来たよ。このまんま行こう。タイプヌルっていうのがいまいち何系なのかがわかんないんだけど。じゃあとりあえず、ギガインパクト？行ってみようか。鋼タイプかな。カビゴンギガインパクト。はい、一発。なんか強そうだけど一発。要はゴリ押しね。さあ来い。お、ニューラー。まあ、このまんまでいいかな。あ、でもあれかな。アシレーナのフェアリー系の技の方が効くんかな。おう。え、マジで。ねえ、やっぱり大した技ないけど、ギガインパクトでいいや。なんかだいぶ強いし。Z 技の元にもなるしね。はい、一発。さあ、これでもう終わりやろ。3匹倒した。絶望。ふっ、憎いやつだ。で、意味のない勝負に付き合わせて悪かったな。だが、前にも言ったはずだ。コスモックはアローラに最悪を招きかねない。取り戻さねばならない。この島の乗り、ん？この船じゃない。この島の乗船所に来い。ついてくるか？そりゃあね。あ、行くぞ。お、なんかこっち振り向いたけど。なになに？お、もう着いてる。早ーい。え、なに？島を旅立つの？もう。ふっ。ハオも待つよな。まあ、そりゃ待つよ。そうだな。あいつは面白いよな。島キングという偉大な祖父と向き合っている。俺にはできないことだ。なになになに？グラジオもなんかおじいさんかお父さんか知らんけど。有名な人？口なしさん？スカルダムポータウンで好き勝手してるだけなら、どうでもいいんだけどな。なんかこの人ちょっとぼやくような感じの口調よね。姉ちゃん、おじさん島キングなのよ。だから相手しない、島キング？島めぐれチャンピオンになるための経験ってのやるからよ。ねえ、わかりました。ま、軽くね。なんかいきなり、なに？いきなり島キングとの対戦なんですけど。おぉ、島キングの口なしが勝負を仕掛けてきた。闇ラミ？あれか、目が宝石みたいな。こいつは悪タイプかな？
ってことは、ちょっと一旦、アシュレーヌ行ってみようか。ほら、やっぱりフェアリーが効く。アクニア、フェアリー。いっけー、アシュレーヌ。闇ラミってなんか不気味よね。しゃあ、行くよ。アシュレーヌ、ムーンフォース。効果は抜群だ。これはさ、なんかサンとムーンやったらムーンの方が力が強いとかそういうこと？あ、それともサンの方ではムーンフォースじゃなくてサンフォースやったりとか。せん？ワルビル？そのままでいいよ。おお、なんか久々に見たよ。ワルビルもね、あの不思議のダンジョンの時に出てきたやつやもんね。お、全体的に効果抜群や。よっしゃ、行くよ。地面がすげえ地割れ起こっとるやん。え、今のアシュレーヌ効いてないの？ダメージ受けてないよね。え、地震ってダメージ受けないの？何やったんやろ。まあいいや、一発でやっつけたし。ペルシアン、ペルシアンも悪系入っとった気がする。ムーンフォースでいけるんじゃないかな。うわー、ブサイク。うわー、調節ブサイク。アローラのペルシアンダメだなー。なんでニアス可愛いのにペルシアンこんなんなんだ。アシレーヌ頑張って。ねえ、それ技？技か。道具の名前かと思った一瞬。ムーンフォース。顔丸っこすぎやろ。ギャグ漫画とかに出てきそうよね。で、なんかしれっと買っちゃったわ。何その不敵な笑みは。怖いよ、なんか。まいったな。あいつらの屋敷に乗り込む度胸と強さの持ち主と分かっていたが、これほどとはね。ポケモンもお疲れさん。ほら、元気にしてやっからよ。あ、また回復してくれる。ありがとう。持っていきな。ん？悪タイプ？あ、悪タイプってことかな？ジェットクリスタル。なんか悪系のポケモンばっかりやったよね。ポーズはポーズ。ポーズ取ってくれるんかな？大試練達成。なんかさらっと達成しちゃった。さあほら、口なしさん、お手本を。悪タイプのジェットパワーはこうしてこうすればいいからよ。なんか最後。最後なんか超腰引け取る感じなんやけど。ダサくね。おめでとよってやつだな。裏裏島での島巡り達成だよ。ありがとう。じゃあこのまま別の島に旅立つわけね、私。なんかあるんだろ？まあほどほどにしときなよ。それと、グラジオのあんちゃん。強くなりたいのならスカルダンを頼ってどうするよ。まあスカルダン頼ってても多分強くはなれんよ。私にやられるぐらいやけん。あいなぁ。楽しいとか言ってられないんだぜ。俺が強ければ、リーリエは。だからみんなを笑顔にするため腹くくったの。でもゆるいな喋り方。リーリエはどこに連れて行かれたの？ポータンは違うでしょ？その頃アユナがいたんだし。ふん。甘い割には案外鋭いじゃないか。エーテルパラダイスだ。え？え？ん？ん？マジで？エーテルパラダイス？なぜ？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。